なが小野星野さんが何人いるか数えてね。正解は最後に発表。正解は3人なのです。画面に出てくる星野さんが何人いるか数えてね。正解は最後に発表。正解は8人なのです。星野さんがどのコップに入ってるか当ててね。当てれるかな。ラーンラーン。あ、星野。はーい、ここなのです。2つの画像の違いを見つけてね。違いは全部で5個あるよ。正解はここなのです。2つの画像の違いを見つけてね。違いは全部で5個あるよ。かくれんぼしてる星野さんを見つけてね。見つけられるかな。正解はここなのです。かくれんぼしてる星野さんを見つけてね。見つけられるかな。正解はここなのです。魔女さんが変身ステッキを貸してくれました。これで猫さんに変身して霊夢にドッキリするのです。霊夢驚くだろうな。にゃおーにゃおー。猫さんこんにちは。にゃおーにゃおー。人懐っこくて可愛い。よし、今なのです。あ、変身ステッキ置いてきちゃいました。にゃー。どうしたの、お腹が空いてるのかしら。今ケーキしか持ってないのよね。にゃーにゃーにゃおーにゃおー。猫さんごめんね、これは星野のために買ってきたものなの。また今度会った時はご飯あげるからね。じゃあね。星野のケーキなのにー。魔女さんに変身ステッキを貸してもらいました。前回はドッキリ失敗しちゃったけど、今回こそ成功してみせます。変身、名付けてボール立てが突然動き出すドッキリ。これで霊夢を驚かせます。ただいまー。あら、誰もいないのね。ふっふっふ、気づいてないのです。そろそろ動いてみようかな。せっかくケーキ買ってきたのに、みんなどこに行ったのかしら。ケーキ、星野。最近星野にドッキリされたので、今日は私が星野にドッキリしてみます。マリサの魔法で透明になってケーキが突然消えるドッキリです。星野驚くだろうな。ただいまー。ケーキなのです。美味しそう。早速食べるのです。ふふふ、ここで消すわよ。いただきまーす。え、やった、ドッキリ大成功。あれ、星野のケーキが消えちゃった。星野が悪い子だから。だからケーキ消えたですか。これはまずい。驚かずに悲しんでしまった。そうよね。大好きなケーキが消えたら悲しいわよね。星野の気持ち考えてなかった。ごめんなさい。私は星野を悲しませたくない。わあ、ケーキが増えたのです。ケーキが増えるドッキリに変更よ。星野も魔法使いたいのです。星野には魔力がないから無理なんだぜ。使いたいのです。わかったわかった。ここにあるアイテムを使えば、誰でも魔法が使えるんだぜ。これで星野の魔法使い。これは敵を倒すビームが出るぜ。ビームかっこいい。これは大量の武器を投げられるんだ。つよつよなのです。これは一瞬で壁を作ってくれるんだ。すごすぎるのです。この杖は何ですか。それは間違って買ったやつなんだぜ。危ないからすぐに杖を捨てるんだ。おー、え、地面がなくなりました。だから危ないって言ったのに。ゆりかちゃん髪の毛ツヤツヤなのです。美容院に行ってきたからね。お任せでやってもらったんやけど、いい感じになってすごく嬉しいんよ。ほえお客様、本日はどのようにされますか。お任せでお願いするのです。かしこまりました。それでは早速カットしますね。これで星野もツヤツヤヘアーに。楽しみなのです。はい、完成しました。いかがでしょうか。星野のアゴ毛がなーい。お花がいっぱい咲いてるのです。どのお花もすごく綺麗ね。わーい、転ばないように気をつけてね。いけ、早速転びました。早速すぎた。なんだこれ、食べられるのかな。たく、あ、星野のアゴゲーです。です
プルビジョンプロ空間コンピューティングの時代が到来。ゲームの世界みたい。めちゃくちゃかっこいいんよ。星野これ欲しいのです。私も欲しいけどさすがに高いんよ。そうだ、こんな時はコキプルビジョンプロゴーグルをつけたら目の前にパソコンの画面が出てくるのです。ゆりかちゃんにお願いしたけど高くて買えないって言われたから、創造神のひろなちゃんに作って欲しいのです。星野ちゃんからお願いされたら断れませんの。少々お待ちください。できました。ひろなちゃんありがとなのです。ひろなちゃんに作ってもらいました。コキプルビジョンプロすげえ、早速使ってみようぜ。おお、目の前に画面が。次私も使いたい。私が先なんよ。みんな順番に使う。え、ひろなちゃん、ひろなちゃん、ひろなちゃん、みんなひろなちゃんになってる。え、これでひろなが見放題ですの。もぐ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 、ドーナツ美味しいのです。ここのカフェのドーナツいつ食べても美味しいわね。私ちょっとお手洗いに行ってくる。行ってらっしゃいです。ドーナツ美味しかった。霊夢が戻ってくる前にもう一個注文しようかな。ねえちょっと聞いてよ。おや、前話してた彼、あんなに好きだったのに付き合った瞬間好きじゃなくなっちゃった。そんなことある？それって蛙化現象じゃね。蛙化現象か、最近よく聞くよね。何それ、流行ってんの？流行ってるというか、ネットで調べてみなよ。ほえー、最近蛙化現象が流行ってたですか。星のお勉強不足でした。星野を動画の撮影するんよ。あれ、星野は？そういえば今日は星野見てないわね。どうせまだ寝てるんだろ。しょうがないな。星野参上。起きてきた。流行りの蛙化現象。違う違う。あ、これじゃない。あ、これも違うのです。あ、これも違う。あ、マリサ。ここどこだ？わあ。あ、おかしいな。あ、これなのです。ランラランララーン。いけ、転んじゃいました。わわ、星野のアホ毛がない。アホ毛さんどこ行ったですか？眩しい。あなたが落としたのは金のアホ毛ですか？銀のアホ毛ですか？女神様、キラキラアホ毛欲しいけど、嘘は良くないってゆりかちゃんが言ってました。星野が落としたのは普通のアホ毛です。あなたは正直者ですね。正直者のあなたにはアホ毛をすべてあげましょう。正直者のあなたにはアホ毛をすべてあげましょう。ゴールデンシルバーパーフェクトアホ毛だ。なるほど、ふむふむ。あの池に落としたものはキラキラピカピカになるみたいなのさ。あたいの可愛いクマさんもキラキラピカピカにしてもらうじゃん。そろーり、そろーり、ごい。あなたが落としたのは金のクマさんですか？銀のクマさんですか？女神来たー。あたいが落としたのはあんたが持ってる金と銀のクマさんなのさ。あなたは欲張りで嘘つきですね。そんなあなたにはこれを差し上げましょう。なんだ、空が暗くなったのさ。んーろーえ。お父様、ひー、ごめんなさーい。これなんだ。人間ですか？いいえ。食べ物ですか？はい。野菜ですか？いいえ。果物ですか？いいえ。明日の晩御飯は何ですか？オムライス。愛とお金どっちが大事？どっちも大事。なんで鳥さんは空を飛ぶですか？鳥さんに聞いてください。バナナの皮を靴下の代わりに履く、靴下をバナナの皮の代わりに使うか、どっちがいいですか？靴下をバナナ。へ？なぜなぜ？なぜなぜ？わかった。答えは根底と。なんでわかったんだ？これなんだ。人間ですか？いいえ。食べ物ですか？いいえ。乗り物ですか？いいえ。生きてますか？はい。モフモフ系ですか？いいえ。モフモフではない。虫ですか？はい。飛びますか？はい。うにょうにょ系ですか？いいえ。カサカサ系ですか？はい。2億5000年前には存在していたと言われる最古の有刺昆虫ゴキブリさんですか？大正解。なんでゴキブリにしたん？えへへ。これなんだ。人間ですか？いいえ。生きてますか？いいえ。乗り物ですか？いいえ。食べ物ですか？はい。和食ですか？いいえ。和食といえば今日の晩御飯は肉じゃがにしようと思うの。星の肉じゃが好き？はい。あ、でもじゃがいもあったかな。いいえ。じゃがいもないの？急いでスーパーに行かなきゃ。お母さんゲームに集中して。これなんだ。人間ですか？いいえ。乗り物ですか？いいえ。食べ物ですか？はい。野菜ですか？いいえ。果物ですか？はい。本当にそれは果物ですか？え？農林水産省によると、おおむね2年以上栽培する総本植物および木本植物であって、果実を食用とするものを果樹として取り扱っているんだ。つまり、栗や梅などは果樹とし、メロンやイチゴやスイカなどは野菜として取り扱ってる。ゆっくり解説。パッパカパーン。マイクラのモブを合体させてみました。どのモブが一番お気に入りかぜひコメントで教えてね。一つ目、村人さんとウサギさんを合体させて。村人ウサギペットにしたいです。したいか。二つ目、馬さんラクダさんエンダーマンを合体して。馬ダーマンスタイルいいね。モデルさんみたいです。三つ目、ラマさんとカエルさんとゴーデンを合体で。ラーエンラーメン硬いけどアシティさすぎる。四つ目、ブタさんイルカさんエンダーマンを合体で。イブターマン歩き方が独特で面白いですの。五つ目、ウパさんとクリーパーとオオカミさんを合わせて。ウパーミー。ウパさん立った。爆発するのかな。六つ目、星野とニワトリさんとウパさんを合わせて。ウパノリ。おお、かわいすぎますの。ウパー。
0時になるぜ。カウントダウン、カウントダウン。ドキドキなのです。そうだ、0時になった瞬間みんなでジャンプしない？年越しの時地球にいなかったってやつか。いいねいいね、みんなでジャンプするんよ。気合い入れてジャンプします。それじゃあみんな立ってもろて、カウントダウンなんよ。5、4、3、2、1。え？明けましておめでとうなのです。星野戻ってこい。ぺったん、よいしょ、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 ぺったん、yeah.